よし、まずはあれ、そう、まず今日のうちに伝えたいのは、まずは10枚目シングル NCT48 10枚目のシングルが発売決定しました。いつもありがとうございます。本当にそう、皆さんのおかげでこうして10枚目のシングルを発売できるということで、そろそろかなってずっと待っててくださった皆さんたくさんいらっしゃると思うんだけど、いつも本当にありがとうございます。そして今回の10枚目シングルの選抜メンバーに選んでいただきました。ありがとうございます。そうね、本当にそれもいつも応援してくださるファンの皆さんのおかげだし、ゆうは推しの皆さんのおかげ、本当にありがとうございます。いつもリハ押しでよかった、ありがとうね、押してくれてありがとう。いつもそう、とりあえず今日はこれだけ伝えられたら、もうユーハは今日はこれだけは絶対に今日のうちに伝えたいと思って今配信してます。後で明日とかになるんだけど、またしっかりとした気持ちをまとめてメールに送ろうと思ってるので、よかったらメールを見てくれたら嬉しいです。ショールームでもね、なんか気持ちちゃんと伝えられたらいいんだけど、メールだけに留めておきたいことと、そのね、配信でもしっかり言うことを自分で分けたい、なんて言うんだろう、そこをちょっと分けたい区別したいので、そうメールのが伝わることも、そうだね、そう、なんか今この気持ちのまま話してもまとまらないと思うし、まとまらないし、なんか間違って、いつも言葉足らずだから、これは文章にしてもあまり変わりないんだけど、まあ文章にした方が多分確実に自分の気持ちを伝えられるので、あとで文章にして送ります。でもね、とにかく今ゆうははありがとうの気持ちを伝えに来ました。見に来てくれてありがとう。配信してくれてありがとう。こちらこそだよ。見に来てくれてありがとうございます。あとなんか言いたいことなかったかな。本当にそう、ありがとう。本当に
ありがとうございます。ゆあはそう、みんなに頼りっぱなしじゃな、頼りっぱなしなことはないけど、あのみんながもっとこれからも応援したいって思ってもらえるようにもっと頑張るので、これからもついてきてくれたら嬉しいです。ありがとう、頼ってください、ありがとうございます。頼り頼られで頑張ろう、頑張る、みんなで頑張ろう、みんなで頑張りましょう。どっちが、そう、ゆうはだけが頑張る、みんなだけが頑張る、そんなことはない。ゆうはもみんなも、みんなで頑張れたら、それはみんなで頑張って何かねできたら一番嬉しいですよね。会いに行きたいけど東京新潟だけだろうな。おお、イベントもね、そう、シングルが発売されるということはイベントもあるということなので、それは発表されてないかな、まだ。まあそうですね、まだ詳細はない。そうだよね。でもまあおしゃべり会はきっとあると思うから、あることにしてあることにして楽しみですね。これでなかったら、あの今日の夕飯を叱ってください。ないじゃんっておしゃべり会はあるの、あそれはもう言われてる。おしゃべり会は、あ、よかったおしゃべり会はありますのでお待ちしてます。オフラインは15秒、オンラインは25秒と書いてあった。お、そうですね、そうなんですよ。今回からオフラインは15秒でオンラインが25秒になりました。だからね、なんかその伝えたいことによって使い分けるとかもいいかもしれないですね。絶対行くよ、ありがとう。そうね、おしゃべり会もとっても久しぶりなので、まずは7月にガッタファンのおしゃべり会も待ってるんですけど、その後もねいっぱいあると思うので、ちょっと鼻がかゆかったいっぱいあると思うので楽しみ。そうなんだ、ガッタファンは一部に一枠しか取れないから挨拶くらいしかできない。うん、そうなんだね。そうですね、詳細をワクワクお待ちしててください。今日髪の毛が上手に巻けました。
洋服もありがとう。そう、お洋服も真っ黒で、真っ黒にしました。今日はに負けました。そう、負けました。報告。夏樹も褒めてくれた。前髪もありがとう。そう、今日は頑張って、いつも頑張ってるんですけど、今日はちょっとコンディションが良かった。そうだね。あとは何か伝えそびれてることはないかな。うーん、なんだろう。わかんないな緊急配信ドキドキしすぎたからロッと疲れた。そうだよね、みんなもきっとドキドキしましたよね。なんかあの選抜発表の映像を一番最初に流れた時はもう何を言おうか考えてたからしっかり見れなくて、改めてあの配信の中で見た、配信の中で映像を見て、はあ、すごいすごいな、なんか嬉しいなって本当に思いました。きっとだからみんなはさ、知らないで見てる、ゆうはは自分が今回選んでいただいてるって分かりながらその映像を見てるけど、みんなはさ誰が来るか分からないでドキドキしながらきっと見てたと思うから、ドキドキだったよね。ドキドキだった。そうだよね。そうですね。なんだろう。なんか本当今すべてを言うのは多分自分にとって何ユーハーには向いてないことそうだから、ちょっと腹を割って話すのはまた今度にして、腹を割って話すっていう言葉がまず正解か分かんないんだけど、まとめ、ちゃんとまとめておきますよ。もちろん、そしてもうちょっとゆうはの肩の限界ももうすぐ来そうなので、もうそろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうだけ伝えてられてよかった。配信ショールームがあってよかった。そう、ショールーム以外だともうさ、ちゃんと自分の言葉で伝えられるものが夜はない、夜はないどころかショールームがなかったらないので、ありがとうね。ゆうはの肩ありがとう。ゆうはの肩もありがとうね。右肩だけ。よし、
じゃあ終わりにしようかな。そう、もうね、今日はねお風呂のお湯を入れてあるので多分もうすぐ冷めちゃうから、冷めないうちに入っていきたいと思います。じゃあ壇上読むね。13位カルパラさん、ありがとうございます。12位トトちゃんさん、ありがとうございます。11位マッチンさん、ありがとうございます。10位タムヒロさん、ありがとうございます。9位ヨッシーさん、ありがとうございます。8位ヒデヒデさん、ありがとうございます。7位ティラミス大福さん、ありがとうございます。6位カカシさん、ありがとうございます。5位早風さん、ありがとうございます。4位大関さん、ありがとうございます。3位わたるっちさん、ありがとうございます。2位 N さん、ありがとうございます。1位風花さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ありがとうね。ありがとうございました。本当に本当にいつもありがとうございます。これからも、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとう。おやすみなさい。ゆっくりみんなも休んでね。バイバーイ。